松本まっぴら松本まっぴら5月12日から1971年5月29日は日本の実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、熊谷市名誉市民。埼玉県大里郡熊谷町で米国省4代目松本平蔵の長男として生まれる。高等小学校卒業後、1891年に 平家系英語学校に入学したが、病のため帰教し、埼玉英和学校で学び、1900年、東京高等商業学校を卒業。大倉商業学校教諭となり、1901年、終わり屋銀行に入校し、明治議会中学校の英語教師を兼務。1903年、実業界に進むことを決意して帰教した。1914年、 松本米国会社を設立して、父が社長に、まっぴらが専務に就任。以後、松本米国製爆社長、日東製粉社長、日満製粉社長、台湾工業社長、埼玉県商工連合会長、東京商工会議所議員、熊谷銀行頭取、全日本肥料商団体連合会長、秩父鉄道取締役、埼玉銀行取締役、 帝国車両工業取締役などを務めた。1924年5月、第15回衆議院議員総選挙で、埼玉県第3区から、立憲政友会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。1932年9月29日、貴族院多額納税者議員に任じられ、研究会に所属して活動し、二期目の在任中、 1940年10月1日に議員を辞職した。熊谷市に対して文化等を多くの分野で在的な支援を行い、熊谷市文化功労者、熊谷市名誉市民に押された。ありがとうございます。